えー、こんばんは。えー、マサートです、えー。農家との編集でお送りしています。1分間たく。今日も情熱草チャンネルのニュースのトラガオから、えー、ロシアカウントダウン。ゼネスキー大統領や高官の暗殺計画、大失敗。えー、逮捕者を足す。ウクライナ軍は A タクムスで、えー、ロシア軍フルボッコ、ルハンスク州の燃料貯蔵庫が大爆発ことで、えー、ゼネスキー大統領に狙ってます、ね。その他、このブダノフ情報局長、またこ、えー、この、この、 ウクライナの保安庁の長官も狙われてますね。えー、この戦争前からこの、うんえー、まあそういうこの、えー、ロシアのこの保安局ですね、えー、がまあいろいろ手を伸ばしてきてますね、えー、それをまあ泳がして今回対応していますね。いろいろこの、えーえー、この、うん、暗殺は結構多いですね。ポーランドでまたこの女性を使ったのでも本当に、えー、この ロシアのナイツは多いですけど、えー、本当に、えー、気をつけたいですね。この、いろいろとこの、おえー、ロシアはこの、えー えー、あの手、この手をでしていますので、えー、このウクライナに栄光あれですね、ウ、えー、クライナ本当に今頑張ってますので、えー、このエイタクンです。もう本当に、えー、このルハンスク州のですね、えー、燃料があ燃えてることを確認されてますので、ウ、えー、クライナ軍、うん、頑張ってほしいですね。えーこの アメリカからの支援が届いていますので、えー、この、ウクライナに、えー、これですね。はい、えー、短くなりましたけど、えー、この、サムネ、説明欄を読んで、えー、終わりたいと思います。えー、ジョネツクサチャンネルのニュースのトラガーから、ロシアカウント団、ゼネスキ大統領や公官の暗殺計画大失敗、えー、逮捕者、た数ウクライナー軍はタクムスで、ロシア軍フルボッコ、ルハンスク州の燃料続庫が大爆発することで、えー、この、 ウクライナがソ連が崩壊した時の、えー、この、うん、完全な主権の回復ですね。クリミア半島、そしてドンバス、すべての、うん、領土の回復ですね。ウクライナの栄光で、えー。この、うん、チャンネルはウクライナを応援しています。えー、マサトの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また政治を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願いいたします。次回の1分間でお,お会いいたしましょう。マサトでした。終了です。パサンブズ、シャロム、シャロム、シャロム。